この時間はゲストの方にお電話でお話を伺います。日本証券業協会 SDGs 推進室長の森川玲子さんです。森川さん、森川さんは昨年一度ご出演いただいてますが、それに続いてのご出演となります。本日は SDGs に関して改めて証券業界の取り組みをご紹介いただけるということですが、どういったお話でしょうか。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、これまでも何度かご紹介させていただいているところなんですけれども、証券業界では2017年より SDGs の推進に向けて取り組んでおります。今の画面に出ております3つのテーマごとに取り組んでおりまして、昨年度からより一層取り組むテーマ内容が明確に分かるように、画面左からですね、サステナブルファイナンス推進委員会で、2つ目の真ん中が働き方改革ダイバーシティ推進委員会、で一番右の3つ目が子どもの貧困対策支援委員会と会議体の名前をですね、改めたところになっております。はい、本日はですね、これらの会議体で検討して実施している取り組みのうちですね、いくつかをご紹介させていただければと思っております。はい、お願いします。まずは株主優待 SDGs 基金について改めて概要をご説明いただけますか。はい、株主優待を活用した SDGs 貢献策の一環といたしまして、2019年4月に私ども日本証券業協会に株主優待 SDGs 基金を設置いたしました。日本で株主優待が浸透していることは皆様ご存知の通りかと思いますが、近年ですね、様々な団体への寄付を目的とした社会貢献型の株主優待を行う上場企業は増えてきております。はい、画面のですね、赤い部分になりますが、例えばですね、上場している証券会社の株主優待メニューとして本基金への寄付を設けていただきまして、そのメニューを選択いただいた株主投資家の皆様からの株主優待相当額をご寄付いただいております。こうして集まった資金をですね、画面一番右にあります通り SDGs を推進する団体への支援に当てさせていただく仕組みになっております。なるほど。でこれらの取り組み開始からも3年ですか、21年度で3年目を迎えたということですけれども、いかがでしょうか、いかがだったでしょうか。はい、2021年度はですね、証券会社13社からですね、約2400万円を超えるご寄付をいただきました。1年目2年目と比べますと、ご協力いただいた社数やですね、寄付金額ともに大きく上回ることができました。本基金への寄付にご賛同いただきました投資家の皆様の、そしてご協力いただきました証券会社の皆様には、この場を借りてお礼申し上げたいと思っております。またですね、本基金の寄付先ですが、はい、昨年と同様ですね、引き続き WFP 国連世界食糧計画と子どもの未来応援基金を選定いたしまして、寄付を実施したところでございます。一つ目の WFP はですね、世界で貧困飢餓に苦しんでいる人々に対してさまざまな支援を行っている団体でして、ノーベル平和賞を受賞しております。今回の寄付金は学校給食支援に活用されることとなりますが、給食というのは子どもたちの栄養状態の改善だけではなくて、例えば家事労働のためになかなか学校に通えない子どもたちの就学を促しますし、教育の普及によって国としての発展にも寄与いたします。そういったことからもこのような支援は SDGs のさまざまなゴールにつながっているものと考えております。2つ目がですね、内閣府等が運営する子どもの未来応援基金になりまして、はい、国内でも貧困に苦しむ子どもがたくさんいるという状況を受けまして、証券業界では以前より子どもの支援に取り組んでまいりました。なお今年度においても継続的な支援も重要であろうといった観点からですね、同じく WFP と子どもの未来応援基金を寄付先として選定しております。こういった株主優待を活用した支援策を通じて子どもたちへの支援を継続的に進めていきたいと考えております。はい、で次に NPO 法人等と証券会社をつなぐプラットフォームであります子どもサポート証券ネット、これはどのような取り組みなんですか。はい、この子どもサポート証券ネットという取り組みもですね、主に株主優待を活用した SDGs への貢献策となります。ほうほう。この取り組みはですね、証券会社が受領する株主優待品やあと災害備蓄品などを物品のまま子どもの支援を目的とした活動を行っている NPO 法人などへ寄付するというものになります。なるほど。はい、
具体的には証券会社にはお米とかですね、あと長期保存可能な食品を中心に、はい、提供できる物品を、あと NPO 法人様には支援してほしい物品を登録いただきまして、うん、ニーズがマッチングした先との間で物品の授受をいただいております。2019年の1月から本格的に運用を開始しまして約2年半が経ったところでございます、うん、で今ではですね50社を超える証券会社の皆様にご参加ご協力をいただいておりまして、うん、で一方で NPO 法人にはですね全国40団体の団体様にご参加いただいている状況でございます。社会貢献活動自体をですね初めて行うという証券会社もいらっしゃいますし、現在は比較的取り組みやすい物品の寄付を対象として行っている仕組みになります、ね、これ優待品なんかも活用されるということですからいい取り組みですね。ありがとうございます。運営を開始されてこれ2年半ですか、はい、約2年半経つということですが状況いかがなんでしょうか。はい、そうですね、運営開始から現在に至るまでコンスタントに証券会社の皆様からはご寄付をいただいておりまして、うん、現在までに781件ものマッチングにつながっております。ご寄付いただいている物品は多岐にわたりますが、これまでに支援が成立した主な食品を合計するとお米だけでも約3000kg、レトルト食品も5000食以上と非常に多くのご支援をいただくことができております。証券会社の方からはですね、例えば地元で活動する NPO 法人に支援ができたり、廃棄するだけだった災害備蓄品や株主優待品を通じてですね、社会貢献が可能となって社員のモチベーションにもつながっているとの声が寄せられております。非常にいい取り組みですね。ありがとうございます、うん、あとまたですね NPO 法人の皆様からも支援物品を受け取ったご連絡をいただく際にですね、合わせてどのようにお役に立ったのか感謝の声をいただくことがございます、うん、今後もですね多くの有効な支援につながるように継続的に取り組んでまいりたいと思っております。なるほど。でこれ昨年には子どもや若者の貧困対策について証券会と銀行会が初めて連携すると発表されましたね。あ、そうなんです、うん、昨年12月に全国銀行協会と MOU を締結いたしまして、子どもや若者の貧困対策について連携協力を進めております。3月には銀行会や証券会における子どもや若者の貧困問題の取り組みの機運を一層高めるために両協会の会員である銀行と証券会社の方を対象としたセミナーを開催したところでございます。セミナーではですね、内閣府 NPO 法人3団体から子どもや若者の貧困問題の現状や課題や解決に向けた取り組み、また銀行業界に対する期待などについてご講演いただくとともに、銀行や証券会社からもですね、それぞれ取り組み事例をご紹介いただいたところでございます。引き続きですね、両業界の横のつながりを生かしまして銀行証券会社における取り組みも含めて情報連携などを図って、最終的には支援の輪を広げて一人でも多くの子どもたちの支援につなげていけたらと考えております。なるほど。で次に SDGs に貢献する金融商品、いわゆる SDGs 債ですか、これに関する取り組みを教えていただけますか。はい、この番組をですねご覧になっている皆様はすでにご存知かと思いますが、グリーンボンドやソーシャルボンドなどの SDGs 債は調達した資金をですね、環境や社会的課題の解決に貢献する事業に充当することを目的として発行される債券でございます。SDGs 債は SDGs の幅広い目標に貢献できることから、本協会ではこれまでガイドブックを作成したり、市場関係者に向けてイベントを開催するなど促進策に取り組んでまいりました。また2019年の11月からは今画面に映しております通り、SDGs 債の発行状況に関する集計を四半期ごとに行ってウェブサイトで公表しております。本協会の集計ではグリーンボンド、ソーシャルボンドなど外部評価を受けたもので日本国内で公募されたものを対象としております。今のですね、映っている棒グラフからも発行数、発行額ともに年々増加していることがお分かりいただけるかと思います。そうですね、はいはい、これらのほかですね、あと本年度はトランジションファイナンスを推進するためのロードマップ勉強会を開催したところでございまして、カーボンニュートラルの実現に向けて再エネの導入や水素への燃料転換など着実な脱炭素化に向けた移行とその資金調達、いわゆるトランジションファイナンスは欠かせないというところで、
この勉強会はですね、トランジションファイナンスを推進するための取り組みの一つとして、CO2 を多く排出する産業向けに策定された分野別ロードマップの内容などについて、市場関係者の方の理解を深めることを目的として開催いたしました。本協会のウェブサイトにですね、当日の資料を掲載しております。また動画についても間もなく公開を予定しておりますので、ご興味のある方はぜひご覧いただければと思っております。なるほど。で、SDGs って言いますと、やはり気候変動ですとか、あとはコロナの拡大などもありまして、かなり注目度高まってきてますよね。はい、おっしゃる通りかと思います。ではせっかくですね、そのような中でですね、最後に来週我々が開催いたしますセミナーをぜひご紹介させていただければと思います。はい、本協会では、SDGs 達成に向けて国内外のパートナーシップを図ることを目的として、大学との連携にもですね、積極的に取り組んできているところでございます。その一環といたしまして、6月20日月曜日の午後2時から京都大学との共催による金融セミナー、金融リテラシーが未来を開く2022新金融教育元年を迎えてをオンラインで開催いたします。日本では人生100年時代という新たな社会を迎えようとしておりますが、その世界を充実、その生活を充実させるためには、資産形成などの金融リテラシーを高めることが重要になってくるかと思います。またちょうど今年はですね、高校で資産形成のための金融商品についての授業が始まるなど、まさに新金融教育元年と呼ぶにふさわしい年と言えるかと思いますし、そのような金融リテラシーの現状と未来について各界の有識者により多角的に論じていただきますので、ぜひですね、皆様にもご参加いただければと思っております。なるほど。このセミナーちょうど1週間後ってことですよね。はい、来週のこの時間ってことですもんね。はい、そうです。なるほど。はい、よくわかりました。森川さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。この時間のお話は、日本証券業協会 SDGs 推進室長の森川玲子さんでした。